こんにちは、ココモの諸越です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は、パディライセンスコースで使うオープンウォータダイバーマニュアルの、えー、92ページ、エアーマネージメントについてのご質問にお答えいたします。えー、ご質問はここが一番多いと思います、えー。2人とも同じようなシーンだを使って潜っているという、そういうような場合の 空気の管理つまりは空気がどれぐらいに減ったら200気圧からどれぐらいに減ったら、えー、U ターンしましょうかというそういう問題です、はい、さあでは一緒に、えー、絵で確認しながら問題を解いてみようと思いますよかったら一緒にね、えー メモ帳か何かに書きながらやっていってみてください。見てるだけよりも、えー、一緒に書いた方が分かりやすいですね。さあでは、まず、はい、水面でダイバーさんが潜り始めます。はい潜り始めます。この時には、残圧が200ある、そういった、えー、 問題です。設問です。そして、潜っていって、えー、活動を始めますと。潜っていくと、まあ、当然空気吸っていきますから、190、180とこ吸っていくわけですね。170、160、そんな感じですかね。さあ、その時に、えー、どこかで U ターンするわけなんですが、 ここの空気の量を十分残しとかないことには、えー、水面までたどり着かないんですね、えー。そういうことです。で、ここです。ここの残圧はじゃあいくらなんですかという問題です。 でこれから台場になれる皆さん押さえておいていただきたいのが重要なとこなんですが、まあ、U ターンしたとしまして、えー、帰っていくときにここですかなり潜っている間に圧力というのは体にかかりますから、えー、その圧力の変化が体に及ぼす影響を小さくするために5メーターの深さ まあ深く潜ってる。20メーターとかね、潜ること普通にあると思いますので。5メーターの深さで、3分間の、なんていうんだったですかね、これ。覚えてられますでしょうかね。安全停止ですね。似たようなもので、減圧停止っていうのがありますけども、許容範囲内で潜っている場合は、直浮上できる許容範囲内で、 えー、潜っている場合は、えー、安全停止っていうんだったですね。全部って書いてしまいましたか。安全停止ですね。はい。安全停止が必要です。ここで、えー、残圧が20気圧ぐらいはいるんじゃないですかということですね、はい。それからもう一つ押さえておいていただきたいのが、 このようにまっすぐスムーズに帰ってくるかというとですね、えー、ビーチで浅瀬を波,波の間を泳ぐ必要があるとかですね、えー、ボートに上がる前に、えー、多少波のあるところで、えー、順番を待たなければいけないとかっていう、そういった状況を想定しまして、大、え、体、ー、いいどのダイビングでも50気圧は残しておきましょうねという、そういったルールがあります。 残圧計を見ていただくと50気圧が五十気圧から0気圧がレッドゾーン赤く塗ってあるっていうことからも、えー、分かっていただけるでしょうかねつまり空気は最初200気圧あったとしても70気圧は使えないですよねっていうそういうことを確認する問題でもあります よろししいでしょうかえー、200気圧を詰めて70は残しときますから130気圧が使えるということです筆算で書くよりもですね、えー、グラフに書いた方が分かりやすいでしょうかね全体が200です50 残しておきます20残しておきます。なので、使えるのは130ということですね、はい。ここまで整理できていると、この問題は非常に実は簡単な問題でして、えー、この使える分が、使える分が半分になったら U ターンって書いてあるわけですから、ここですね。 半分になった場合ははこれは65ですもともと200あるわけですから200 65は135はいこれが答えです135つまり残圧計が200から始まり135になったら U ターンをしてくださいねということになります。よろしいでしょうか。はい。同じようなことがこう書いてありますけどもね。またマニュアルを見ておいてください。135というのが答えになります。もう一つ問題を解いておきましょうか。はい。これ、結局、ほぼ同じなんですね。 ほぼ同じです。どこが違うかというとですね、えー、少しだけ遡りますね。ここまで同じなんですね。今度の問題はと言いますと、えー、3分の1使ったら U ターンしてくださいね。使える部分の3分の1使ったら U ターンしてくださいね。ということです。問題ちょっと見ておきますか。 メインに使える分の空気の3分の1を使ったら、使える分の3分の1を使ったら、方向転換して戻りましょう。使える分の3分の1を使ったらですね。つまり、使える分の3分の1ですから、この辺ですかね。これを出せばいいわけです。つまり130、1 3 0割えー 3ですね。3分の1ですから、3ですね。ということは、43.3ぐらいですか ?43.3 ですね。え200引く、ここですね。全体が200ですから200、200引く43.3ですから、どれぐらいですかね。150。 6.7、7, まあ、7ぐらいですか ?1 ぐらい違ってもそう変わんないですかね。157になったら U ターンしてくださいねという、そういう答えになるわけですね。いいでしょうか。マニュアルの解説はですね、50足す20足す 130÷、あ、引く130の3分の1。つまり、123と積み上げしていってるんですが、 今、解いた解き方というのは、ちょっと逆になるんですかね、ずっと言って、吸える量があって、数分を出して全体から引いてるという解き方ですけれども、個人的にはこちらの方が、皆さん、しっくり、両方の説明させていただくんですけども、こちらの方がしっくり、皆さん、来てるかなという印象を受けてます。 まあこの問題は以上ですが少し、えー、補足しておきますおそらく皆さんまた実、えー、習終わられてですね学科講習の中でとか、えー、実際実習に行くときに話は聞かれると思われるんですけども今のタイミングで一度聞いておかれた方がいいと思いますので、えー、お話し、もう少しだけ続けさせていただきます、はい、少し圧力的なものが整理して 圧力的なものも、えー、復習しながら見ておきましょう0メートルからダイビングをし始めまして10メートル20メートル30メートルって潜っていくわけですねその時にダイバーにかかる圧力っていうのが、えー、水面を1としましたら2気圧3気圧4気圧というそういったことになるだったですね これは気圧ですが、それは同時にです、ねえー、空気の消費量ということです。空気を1使うとすると、30メートルでは4使うということで、消費が非常に激しくなってくるということです。今回の問題は、えー、ある深さに潜って、その深さで同じ消費で書いると ててくくるときのの問題の解き方だだ思ってください実際のダイビングはですね、えー、最初ほど深く後半はなるべく浅くした方がいいですよということなんですねですから実際先ほど2分の1になったら帰りましょうとか、まあ、3分の1っていうのは結構控えめなんですね結構控えめです 使える分の半分になったら U ターンしましょうということなんですが使える分の、えー、半分になって U ターンをし始めると浅い方にダイビングはだいたい深さを変えていくんですねということは空気の消費はそれほど減っていかないんですね減っていかないです、えー、ここで例えば20分で半分使ったとします 帰りに帰帰りりににですね、えーま、帰りは帰りに同じく20分ちょっとかかったとしても空気は使える分の2分の1ほども使わないということですねつまり、えー、深さを浅くして帰るときには2分の1で U ターンをし始めたときには帰りは 息よりも多少余裕があるとということですまたできたら、えー、圧力の関係減、えー、圧症とかそういったことを考えた場合の、えー、プロフィールとして、えー、なるだけこういう後ほど浅くなるようなダイビングをする方がいいということ、はい、またね実際の実習とか、えー、早ければ、えー、学科の中で とかえー、クイズや試験の合間でこの話聞かれると思いますのでその時にはなかなかもう問題を解いて疲れたとかダイビングをして疲れた後だったりすると思いますねここで、えー、一度ちょっとねお話しさせていただきましたんで、えー、また覚えておいてください余裕があれば潜りながらあ後半確かに浅く、えー、深さを変えていってるなっていうふうなことを実感しながら潜れると、えー、非常に有意義な回遊実習を経験していただけると思います よろしいでしょうかマニュアルに出てきた解き方とは、えー、少し違う解き方で案内いたしましたので、えー、ここのところをちょっと整理だけまたしておいてくださいはいちょっと最後にまとめときましょうかねマニュアルとしましては不条、えー、のための残りと不条の安全停止とで70残して あと、いくら使えるかをこう積み上げで計算していくという解き方で解説されています。今回、えー、案内させていただきましたのは、使える分の半分を使ったら200からそれを引いてやれば、えー、U ターンする残圧のメモリが 導き出されるといいう解説をたたしましまそこだけちょっと気をつけてですね、えー、改めてまたマニュアルの問題、ナレッジレビューとかクイズとかをぜひ解いてみてください。はい、今回長い間、えー、動画を見ていただきありがとうございました。またぜひこういった解説動画をアップいたしますので、 えー、もし、ですね、あのー、こ,うやってこちらからアップする動画以外でですねここのところをもう少し詳しく聞いてみたいというようなところがありましたら、えー、リクエストをいただければこの動画の下のところにア,ド,アドレスとか、えー、貼ってありますので、えー、リクエストとか頂戴したときにはこちらからまた動画にしてアップいたしますので、えー、そういったことでもここものこの動画サイトをご利用ください。 ご覧いただきど、どうもありがとうございました。では、失礼いたします。